きましたね、ご主人。それではご主人が帰ってきたら治療、お願いしますね。うん、メリアちゃんもしっかり頑張ってね。主様はしっかり面倒見るから。ミミ、今回の件で悔しいのならご主人のことを従い、しっかり学ぶことです。ご主人の恩を忘れたらそれこそあなたには強くなる未来はない。あなたが今いる立場、意味を理解しなさい。私からはそれだけです。注意はしました。私個人としては負けず嫌いは嫌いではありません。その向上心、期待してますよ。ここで一人は危ないから一緒に待とう、ミミちゃん。絶対に強くなったるんや。すごいよね、一緒に行くって言ったのに待ってくれないなんて。いや、だって待たされるなら先にメリアから事情を聞いてた方がいいじゃん。でも私がその場で話してなかったらミエルのこと、普通に忘れていましたよね、ご主人。それはすまん、普通にファルドラ討伐のことしか考えてなかった。それにメリアから聞いた現状が衝撃的すぎて。でもメリアでも耳を見てないとなるとどこに行ったんだ。ご主人、今前にいます。やったぜ。うちが一番や、誰かやない。うちが一番最初にここに到着したんや。うずるにバカにされっぱなしで終われへん。絶対に今回の親玉をうちが倒して見返したるんや。そこで何やってるんだ、危ないだろう。近づくなや、これはうちの獲物や、横取りは許さんで。言ってる場合か、今の耳が叶う相手じゃない、下がるんだ。うっさい言うとんや。そうやって獲物を横取りして、自分が解決したんやっていい顔するんやろ。うちらみたいに挑んだ奴らをあざ笑うんやろ。新規ばっかえ。チャレンジが、私は見解を得て強くなった。通りたいなら私を倒してみろ。どいつもこいつも。立場を考えろ。まだやるか？もうお前は敵じゃない？いつまでそこで突っ立ってんだよ、ミミ。なんで？なんで、いつか前は互角だったのに。そうだ、自分だけ強くなって、私だって強くなりたい。みんなしてバカにして、邪魔なら返してよ、自分なりに強くなってやるから。慌てるなよ、ミミ。焦ってもいいことなんてない。むしろ焦って強くなれば必ず大きなほころびが生まれる。それは真の強さじゃないんだ。俺も経験したから嫌というほどわかる。まだ耳には早い。だけどいつかは俺の代わりに、いや、俺の背中を任せられるくらいに俺がお前を育ててやる。そのためにこの世界に置いているんだ。都合のいい言葉でその場をしのごうとしてるだけだろう。ずっと放置してきたくせに。ならお前と、重大契約をする。そして約束する。耳を見たドルエデンでも屈指の実力者になるまで俺が最後まで死として面倒見てやる。だから今は俺に任せてくれ。約束だぞ。絶対に私を育てろ。そしていつかはお前を屈服させてやる。ああ、好きにしろ。それが耳のモチベーションになるのなら。一応耳を保護したよ。見える。悪いけど見てやってくれるか。わかったよ。でも駐在契約までしてよかったの。ああ、2分もろくに新規爆買いできないくせに挑むような奴だからな。俺がしっかり教えてやらないと危ないだろ。言ってこいや。ほんでさっさと負けてうちとかわれ。ヘラフグチだけは一人前だな。でも、確かに耳、お前が一番最初にあいつにたどり着いたよ。それは本当で、エテルの情報の限り、誰もここにはたどり着いていない。その負けない気持ち、俺も耳から学ぶことはあるもんだ。それくらいがむしゃらにいかないとな。命かけるっていうのはそういうことだ。さて、あのファルドラだ。馬鹿正直に正面突破しても術中にはまるだけだよな。こいつが厄介なのは、絶好。発動条件は不明だけど、あれで能力を消されると虚構支配を容易に壊される。天の絵とアランを倒している時点で確実に近距離では僕は勝てない。仕掛けるならヒット&アウェイ。対象を拡散させて混乱させる。ネタはこの空間にたくさん仕込んでる。動いてみろ。そしてどんどん虚構の地雷を踏め。嘘だろ。あまりにも早すぎるだろ。お前、なんで。なんで僕に攻撃してくれなかった。僕は初手、様子を見るためにカウンター型の幻惑系虚構を使っていた。それを読んだっていうのか？動きながらは無理。ついさっき教えられた未完成の技だし、止まってないとまともに使えない。おひな、間違いなくあの一撃を決めてたら決着だったのに。だけど妙だな。動きは寝るに比べたら読みやすい。それに空間のオーラの波だってわかる。だけど全然が見えない。今のファルドラに急所はない。動作も同様だ。なんだこの違和感は。なるほど、幻惑か、そういう手口得意だったな、あんたは。一筋縄ではいかない、そういう意味で言えばあんたはバハートさんやアランさんよりも断然強いよ、両方倒した俺が保証する。それは光栄、だけど僕の本気も知らずに分かったようなことはまだ言わないでほしいな。そうそう、こっちにも僕はいる。虚構支配、ドッペルゲンガー。どうかな、遠距離と近距離、両方から攻められるのは、ちょっときついんじゃないかな。どうする、ちょっとでも気を緩めるとまた刺さるよ。さあ、くらえ。通報。
能力が使えると幾分楽だな。というより虚構支配で作り上げたものは一応重力にのっとっているんだな。いや、こいつ性格悪いからな。一度止まると思わせといて実は関係ないとかやってきそうだ。ほうほう。へぇ、1個目は重力操作、次はコントロールを乱したか、アラン戦で使った混沌か。まずこいつが本物かどうか。痛いなぁ、こいつ、軽い蹴りで僕の固めたオーラとか関係なくダメージ与えてきやがった。やっぱり点検が出てこない、こいつに目を使うメリットないな。次は重力と混沌虫かな、混沌に関してはアラン3体だし、ある程度対策できててもおかしくないな。邪魔だ、下がってろ。ダミ、空間を乗っ取りろ。これはわかりやすい対象物を狙ってもダメだ。そもそも急所がないということは虚構で何重にも保険をかけているんだ。だからファルドラに急所がないんだ。虚構か、厄介だな。絶好、で吹き飛ばしたいけど、法則が一切わからない。楽はできないな。どうせ余ってんだ。存分に使うぞ、オーラ。空間のオーラとブレンドして消費しそうオーラを1000億までダウン。この空間ごと吹き飛べ。オーラ、ベラ、バースト。あいつマジいい加減にしろよ。オーラどんだけ余ってんのか知らないけど空間全域に攻撃するのは反則だろうが。35キロ24個の虚構がさっきので壊れた。残り6つ、あいつ、冗談抜きで指揮隊長よりも強いぞ。少なくとも1兆というオーラ量を惜しまずに使うようなバカは今まで見たことない。あれ、僕普通にオーラを放っただけなんだけどなぁ。僕、なんかやっちゃいました。クソガキ。ここぞとばかりにテンプレの煽りを。調子に乗っていられるのも今のうちだぞ。僕が本気出したら僕に触れられなくなるぞ。さて、少しは挑発で短絡的な思考になってくれれば俺も次の一手を考察しやすいんだけど。無理ある心理戦、知能が高い相手にはとりあえず決めさせろ作戦。消えたと言ってもオーラの何までごまかすことはできない。更新、の得意は戦闘環境において一線を置くな。ごまかしがつきにくい。今ならわかるよ。お前たち若い隊長3人は能力やセンスがよりだ。肝心な高等な基礎技術が一切ない。それは確信だ。更新、光線、この2つの技術があってやっと世界最強の舞台に立てる。だからあの2人は圧倒的だったんだ。そりゃ誰もたどり着けなかったわけだ。放火さんも。オーラがファルドラ周辺に集約してる。まだ点検が見えないし、あれもダミー。本体はオーラを完全に消して隠れてるか。いいのか、そんな無防備で、見せないなら再度この空間にオーラを放つだけだぞ。そこは混沌にて強敵と戦い続け、普段以上に戦闘感覚が研ぎ澄まされていた。その空間は一時的に結果と同等、まさにゾーンに入っていた。オーラ、ベラ、バースト。ダミーは消滅、空間のオーラは大きく乱れている。ホコリと同じで風を送れば舞うように激しく動いている分相手の動きを感知しにくい。だがそれは乱れている時に激しく動いた場合だ。こそこそ隠れてるお前を見つけるのは逆に見つけやすい。乱れているのにそこだけ異様に留まっているファルドラのオーラがあるからな。いない？まさかあいつ、この空間から逃げたのか？マジか、でも実力差があればそりゃ逃げるよな。正々堂々って概念に囚われてたのは大会の戦闘に慣れすぎたせいだな。そ、待て、ファルドラ。ほうほう、主様、強くなって調子に乗っているな。そんな主様も愛おしい。ネル様が鍛えてから飛躍的に強くなりましたよね。ネル様の絶剣を使ったのですか？いやいや、私は窮地に強制的に追い込んだだけだ。飛躍的に成長したきっかけは与えたが、その後押しをしたのはルナ、お前だ。ネル様に言ってもらえて光栄です。ただホムラを常時使うのはいいが、工業も同時に使っている成果値が大きくなっているのはマイナスだな。ここの理性を調整できれば100点だ、主様。ルナ、私のデスペナが終わるまでに作戦会議だ。次はどういう方向性で強くするか、お前とならいい案が出せそうだ。すごく気に入ってくれるのは嬉しいのだけど、正直まだ怖い。主様よ、次会ったらその自信をしっかりへし折って次の段階を教えてやるからな。まだまだ主様は私の1オーラ分の攻撃力ではないからな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？
気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。